新潟市南区にありました。本場名古屋味噌カツと書いてある看板があります。行きます。訪れたのは国道17号線沿いにあるクレヨンです。こちらの家族が食べていたのはやはりハンバーグと味噌カツ。ここに通ってどのくらいですか？親に連れられてきてたのでもう20年以上じゃないですかね。常連客に愛されている味噌カツ。名古屋出身の柘植浩二さんが35年以上妻のふるさと新潟市で提供してきました。名古屋から仕入れた赤味噌を使ったソースはお玉1杯分カツにかけ、完成したのは名古屋味噌カツのランチセット。味噌のソースをご飯にダイブしていただきます。衣が薄くてサクサクです。そして肉は柔らかいです。ソースは甘めで濃厚です。美味しいです。そしてタレのかかったご飯を、いくらでもいけちゃいそうです。おっかなびっくりで少ししかかけなかったんです。でもあるお客様がもっとかけてほしい、そんなお声をいただいて普通にかけようと。名古屋でやってるよりこってりとごっつい料理ですけども、当初は名古屋の味が受け入れられるか不安だったといいますが、なぜ名古屋の味が新潟県民に35年以上愛されてると思いますか？パン粉の薄さとか脂っこくない、肉のやっぱり国産にこだわる、根本的なこだわりを持っていれば必ず美味しい料理がついてきます。僕はそれを持ってます。ふるさと名古屋の味をこれからも新潟市で伝え続けていきます。